日本北海道紋別市河野前河野前は、北海道紋別市南部の地名。河野前鉱山閉山後に住民が離れ、国勢調査では1975年以降、人口零人が続いている。郵便番号094-0026。河野前は、北海道紋別市にある地名であり、かつて存在した町である。河野前鉱山の町として栄えたが、鉱山閉鎖とともに、 無重の地となった。紋別市街の元紋別から、北海道道305号紋別マルセップ線を約3 0トル南下した一帯。語源は、アイヌ語のクオマイである。北海道のホーツク海側は、1800年代末に、江差市のパンケ内側で砂金が発見され、ウソタン内などでも砂金が発見されて以降、ゴールドラッシュの様相を呈した。 門別の八十市側でも砂金が発見され、1915年、河野前に金鉱が発見される。ここに地元有志が鉱区を設定し、創業が開始され、1917年に住友に経営権が移った。その後も交渉が発見され、金鉱山は発展し続けた。門別川沿いには鉱山労働者の居住する町が形成された。河野前鉱山は、 1940年には年間で金2.5トン、銀46トンを産出。1942年には、コーナマイの人口は従業員、家族等を含めて約1万3千人までになる。太平洋戦争の影響で一時期規模は縮小するが、1955年には近年間2.98トンの最高産出量を記録するなどにぎわった。人口が増えたことで、 門別市街との間の旅客輸送のために、1949年には北門バスが設立され、河野米、門別館にバス路線が開通する。しかし、金価格の下落の影響を受け、資源も枯渇したことから、1973年に鉱山は閉鎖された。その結果、最盛期に1万3000人に上った河野米の町は消滅、人口例となった。 携帯電話普及後も、通話不能地域となっている。この地区で、現在も活動が見られるのは人電池と、その管理者のみである。干上がった、旧人電池、大きな煙突、発電所跡、門別市街と河の前を結んだ、大鳥門軌道の後、学校跡などの遺構が残るほか、鉱山があったことを示す石踏み、鉱山犠牲者の慰霊碑、小学校跡の石踏みなどが混流され、 これらがかつてここに町と鉱山があったことを示している。ありがとうございます。